安全データシートとは、危険性、または有害性の恐れがある、化学物質を含む製品を、他の事業者に譲渡、または提供する際に、対象化学物質等の正常や取り扱いに関する、情報を提供するための文書。有害物質の取り扱いとそのガイダンス、蘇生及び特性に関する情報の、文書有害物質に関する関連情報、属性、及び、 取扱手順を提供するアメリカ合衆国の文書国際的には国際連合の化学品の分類及び表示に関する世界調和システムや ISO1014 で標準化されている化学物質等を適正に使用管理するにはその人体や環境への有害性危険性について認識し適切な取扱いをすることが必要であるがそのためには 情報が不可欠である。化学物質を製造や輸入する事業者など上と提供する事業者は、化学物質の使用事業者や輸送、保管事業者などに比較的して情報を入手しやすいが、これらの情報は取引の際に積極的に提供されにくい性質を有することから危険性、有害性の恐れがある化学物質等については、 自主管理に必要となる情報が確実に伝えられるようにすることを目的に統一した様式で提供するように法令で義務付けられている。日本では GHS 関係省庁連絡会議により法規制等の GHS への対応を行っている。導入当初は JISZ7250 で定義された化学物質等安全データシートと呼ばれていたが、 2012年4月に JISZ7250 と JISZ7251 を統合して JISZ7253 が制定された際に国連 GHS 化学品の分類及び表示に関する世界調和システムで規定されている略称の SDS に変更された。日本では毒物及び劇物取り締り法及び施行例で 指定されている毒物や劇物のすべて、労働安全衛生法及び施行例で指定された通知対象物、特定化学物質の環境への排出量の把握等、及び管理の改善の促進に関する法律の指定化学物質を1%以上含有する製品を事業者間で譲渡、提供するときに、事前、または同時に SDS の提供が義務化されている。 媒体は、文書、時期リスクによるものとし、受領者側の承諾があれば、ファクシミリ、電子メール、上渡提供者の管理下にある、ウェブページへの掲載も可能である。また、内容に変更が生じた場合も、速やかに変更後の内容で提供するように、努めるよう規定されている。また、合わせて、化学物質の容器にも GHS 対応の絵表示や、注意喚起後、 措置の概略が記載されたラベルの調布が規定されている。労働安全衛生法に基づく通知対象物は、2021年1月1日現在で674物質ある。特定化学物質の環境への排出量の把握等、及び管理の改善の促進に関する法律に基づく、政令で定められている物質は、2014年末現在、 第一種指定化学物質が462物質、第二種指定化学物質が100物質、合計562物質である。この第一種と第二種は有害性ではなく、流通量の違いによっている。扱い数量に関わらず、SDS の提供が必要。なお、上述の方で、SDS の提供が義務付けられないケースは、各法律で異なっており、 注意が必要である。例えば、PRTR 法では次のような場合は対象とならない。2006年12月からは、SDS にも GHS 対応の絵表示をつけることが求められるようになった。なお、約3000物質については、GHS に基づく政府分類を、厚生労働省、環境省、独立行政法人製品評価技術基盤機構でも、 公開している。欧州連合では、欧州科学物質庁のリーチ規則で SDS を規定している。アメリカ合衆国では、労働安全衛生標準の連邦規則、CRF1920-1200UPD で SDS を規定している。米国国家企画協会、職場の危険有害化学品における、危険有害性評価、 安全性データシート及び安全ラベルの作成を参照。中華人民共和国では、1998年に国家規格ギガバイト T17519 から1998化学品安全資料集で作成が標準化され、MSDS または CSDS と称されていたが、2003年に化学品安全技術説明書に統一され、 2008年には GHS 対応となった。現在、作成方法や記載内容は、欧米日本の企画を参照して2013年に、作成、改訂されたギガバイト t 1 7 5 1 9から2013化学品安全技術説明書編写し指南により、規定されている。中華民国では、従来、物質安全資料表と称していたが、 2014年12月11日より改正、毒性化学物質表示及び安全資料表管理弁法によって安全資料表と解消された。日本のアーティクルマネジメント推進協議会が推奨する製品含有化学物質情報を伝達するための基本的な情報伝達シート。製品中に含有される成分が規定を受ける放棄等の名称。 管理対象物質の、ガンユーム、物質名、CAS 番号、濃度などの情報に関して、SDS の作成規定から外れる微量、ガン物質の情報についても補足、伝達するための資料。作成のためのソフトウェアが用意されている。販売に限らず、無症状と、所有権を移転しない、提供、帰宅等も含まれる、GHS 対応マイナス化換法。 安江法、独撃法におけるラベル表示、SDS 提供制度日本企画協会ラベル表示、SDS 経済産業省 SDS 制度、濃度が規定されていないものは0.1%以上。表示、通知対象物質構成労働省、環境省。政府による GHS 分類結果、独立行政法人製品評価技術基盤機構。 2015年1月20日閲覧。米国労働安全衛生標準。アーティクルマネジメント推進協議会。メスズプレス。アーティクルマネジメント推進協議会。2015年1月20日閲覧。ありがとうございます。